住宅ローンコンサルタントの鈴木です。今回は固定金利が上昇中、変動金利はいつ上がるというテーマについて住宅ローンのプロが徹底解説いたします。なんと今回はゲストをお呼びしています。株式会社 MFS 取締役の塩澤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近住宅ローンの金利が上がるというニュースをよく見ますよね。せっかくマイホームを考えていたのに、このニュースを見て金利が上がるなら今は買い時じゃないのかもと不安になっていませんか？今回は金利がいつ、どんな条件で、どのぐらい上がるのか、特別に塩澤さんに徹底解説していただきます。このチャンネルでは住宅ローンでは絶対に損をしたくない、だけど住宅ローンがわからない、そんな方に向けてたった10分で35年間お得になる情報をお届けします。本日のテーマはですね、固定金利が上昇中、変動金利いつ上がるの、これについてですね、ご説明したいなと思います。ではまず簡単に自己紹介をさせていただきます。私はですね、株式会社 MFS、 このモゲチェックの運営会社ですね、で COO をしております塩澤と申します。大学院を修了後、モルガンスタンレー証券でですね、住宅ローンの証券化をした後、ボストンコンサルティンググループで6年ほど戦略コンサルティングをしております。本日はよろしくお願いいたします。では早速ですね、住宅ローン金利についてまず足元の現状ちょっと見てみましょう。でこちらのグラフがですね、赤が固定金利で、青が変動金利の動きとなっております。で赤はですね、ご覧の通り金利がぐんぐん上がっていっていると、直近はですね 1.45% まで上がっているという状況です。で一方変動金利はですね、よく見ると下がっていっているというところで、0.44% まで下がっていっていると。なので固定と変動のですね、金利差がこう大きく広がっているという、それがですね、今足元で起きている金利の状況となります。よって毎月の返済額を見ますと、固定と変動大きな返済額の差が生じております。この試算はですね、元本3500万円、35年返済の場合の毎月返済額をそれぞれ計算したものです。固定は 10.6 万円、変動は 9.0 万円ですね。差し引き毎月 1.6 万円、固定に比べてですね、変動が安いと、これ年間に直すとですね、約20万円の差になるというところで、そんだけですね、変動がお得な状況です。なので、多くのユーザーはですね、変動金利を第一に考えているのかなと思うんですけれども、やはりですね、皆さんの中にはこの変動金利今後上がっていくんじゃないかと、でどん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 この9万円がですね、上がっていくんじゃないかというふうに懸念されているのかなと思います。ですのでこのあたりですね、今日変動金利がいつ上がるかというところをですね、ご説明できればなと考えております。で結論なんですけれども、もう最初にお伝えします、変動金利はですね、当面上がらないというふうに考えております。でこれなぜなのかというところなんですけれども、これはですね、変動金利がどうやって決まるのか、そのメカニズムをですね、ちゃんと理解すれば、ある程度の精度でですね、予測できるのかなと考えております。変動金利なんですけれども、これどうやって決まっているのかというところですけれども、すごくですね、シンプルに単純にお伝えしますと、変動金利には基準金利という、この金利が上がると変動金利が上がるし、下がると下がるという、そういうとこう基準となる金利があるんですね。別名短期プライムレートというふうに表現したりもしますけれども、これによって決まるになっています。でこの基準金利は何によって決まるのかというとですね、短期金利、要はですね、1年以内の短い市場金利によって決まっていると。でこれはですね、今日銀が金利をこう抑え込もうとしておりまして、マイナス金利、マイナス 0.1% の状態にしてるんですね。なので基準金利も低くて、変動金利もすごく安いお得な状況になっていると。ですのでこのマイナス金利がいつ解除されるかというところがですね、ポイントとなりまして、日銀はですね、持続的なインフレ 2% 達成でこのマイナス金利を解除しますよと宣言しております。ではこの持続的なインフレ 2%、 具体的にはどういったイメージなのかというところですけれども、端的に申し上げますとですね、このいい経済のサイクルがぐるぐる回っているという状況なんですね。賃金が上がると、給料が上がると、そうするとですね、需要が増大する、要はその物を買いたいという意欲が高まると、そうするとですね、みんながこう物を取り合うようになるので、自然と物価が上がっていくと。で物価が上がるとですね、そこから捻出できる人件費、これも拡大することができるので、給与がですね、さらに上がる、このいい経済のサイクルが回っているというのがですね、日銀のイメージする持続的なインフレ 2% のイメージです。でここで肝なのがですね、賃金がいつ上昇するかなんですよね。今足元円安ですとか、ウクライナ情勢の原油高、そういったところでですね、コストプッシュ型のインフレ、これが進んでおります。これはですね、コストが上がっているだけでございまして、賃金は上がっていないので、これいい経済とは言えないんですよね。なのでこの賃金上昇、これがいつ上がるかというところをですね、ちゃんと考えていく必要があると。でこの賃金なんですけれども、残念ながらですね、日本の賃金過去30年間上がってないんですよね。これはですね、1990年から今日までの日米の平均賃金の推移をですね、このグラフにしてるんですけれども、残念ながら青の日本はですね、全然変わってないという状況でございます。で、これはいろいろこう諸説があるんですけれども、一説にはですね、日本は雇用維持のためにですね、お金をかけて、なかなか賃金を上昇させるところにお金が回っていかないというふうに言われてもいます。
やはりですね、日本というのは非常にこう労働者が守られている社会でございますので、逆に言うとこの解雇というのが非常にこう難しいと。ですので皆さんをこう平等に雇うというところにお金が注がれる、まあ、これはこれで別に悪いことではないんですけれども、まあ、その反面ですね、こう賃金をぐんぐん上げるというところに資金が回りづらい状況なのかなと。ゆえにですね、このオレンジ色の帯のところがですね、直近の経済が良かったアベノミクスの時代なんですけれども、まあ、その時代であったとしてもですね、日本の賃金では残念ながら上がっていないと。で、今ここをですね、岸田政権が頑張って官製春闘だっていうところですね、いろいろと手こ入れしようとしてるんですけれども、いわゆるそのこの雇用維持を守るという雇用環境が変わらない限りですね、なかなかこう、まあ、難しいんじゃないのかなと。まあ、そういう意味でもですね、私はですね、当面賃金っていうのが上がるのが、まあ、先なんじゃないかなというふうに考えております。で、そうしたときに、じゃあ、いつ賃金が上がって、変動金利の上昇になるのかと、マイナス金利が解除されて、金利が上がるのかというところなんですけれども、まあ、2030年以降なんじゃないかなと考えております。金利が上がるまではですね、この5ステップがですね、実はですね、細かくこうありまして、で、今はですね、ちょうどこのステップ1のインフレ状態への移行の途中です。で、その後ですね、ステップ2で、賃金がちゃんとしっかり上がらないといけないんですよね。まあ、私の意見っていうところですけれども、まあ、2030年以降、ちょうどですね、バブル世代が退職するタイミングになるんじゃないかなと思っております。バブル世代というのがですね、非常にこう、まあ、人が多くて、かつ賃金も高い状況でございます。そこがですね、退職してごそっと抜けると、もう若手ミドルしか残ってないと。で、この若手ミドルの層はですね、結構こう転職をやる、まあ、層でございますので、引き止めるために賃金を上げないといけないという形でですね、経営陣が判断するんじゃないかなと。そのタイミングでですね、日本の賃金もぐっと上がっていくというふうに見立てております。そうなると、ステップ3でですね、ようやく賃金が上がって、需要が高まって、物価が上がるという健全なサイクルが回るようになってですね、安定的なインフレ 2% になると。で、そのタイミングでですね、ようやく日銀が金融緩和これも必要ないよねと、正常化しようぜという形でステップ4を迎えて、最後ステップ5ですね、基準金利が上がって変動金利が上昇するという、まあ、こういった形になるのかなと思っております。ですので、まあ、繰り返しになりますが、変動金利の上昇がですね、当面先というふうに考えておりますので、今固定と変動どっちがいいのかというところで言いますと、変動、これをですね、優先的に検討すべきなんじゃないかなと思っております。で、加えてですね、変動金利を、まあ、優先的に検討すべき理由、その2というところなんですけれども、住宅ローンのこのまあ返済の仕方ですけれども、最初の10年がですね、利息総額の半分を支払うんですよね。で、このグラフにある通り、住宅ローンというのは元利均等払いになっていますので、最初はですね、利息をたくさん払うんですよ。で、だんだんこれがこうちっちゃくなっていくという、まあ、こういった返済の仕方になっております。ですので、まあ、先ほど申し上げたですね、最初の10年間というのが、すごく利息負担が重い時期です。なので、その利息負担が重い時期ほどですね、低い金利で借りた方がお得ということなんですよね。なので最初からですね、金利の高い固定金利にする必要というのは、優先的には考えなくていいんじゃないかなと考えております。で、最後のこのシミュレーションなんですけれども、とはいうものの、まあ、金利が上がる可能性もあるよねと。そうなったら、変動金利負けてしまうんじゃないかと。最初から固定金利した方がいいんじゃないかというふうにお考えの方もいらっしゃるかもしれません。私のですね、ちょっとシミュレーションなんですけれども、仮に最初の10年間がですね、0.5% で低い状態で変動金利が続いたと。で、11年目からですね、2% に一挙にガンと上がった時、どうなるかというところをですね、総返済額で比較してみました。そうしますと、変動金利はですね、総返済額4350万円に対して、固定金利ですね、今ちょうど 1.5% ぐらいの水準ですけれども、総返済額がですね、4500万円になると。なので、11年目にですね、2% にガンと上がったとしてもですね、なお、総返済額は変動の方が安いという、まあ、そういった状況になっております。まあ、以上を踏まえるとですね、やはりまあ変動金利上がるまでタイムラグがあるというところですとか、あと最初の10年間はですね、利息が負担が重いと。なので、変動金利した方がいいんじゃないかと。あと 2% に上昇したとしてもですね、なお変動金利を総返済額安いという観点を踏まえると、まだまだ変動金利をですね、第一優先で考えてもいいのかなというふうに考えております。では、最後になりますが、MFS が運営している住宅ローン比較サービス、ボゲチェックのご紹介をさせていただければと思っております。まあ、この動画を見られているユーザーの皆さんはですね、金利どうしようかなと、変動がいいのかな、固定がいいのかなとか、あと住宅ローン、どの銀行の商品がいいのか、まあ、そういったところをですね、お悩みの方も多くいらっしゃるのかなと思います。で、これをですね、ボゲチェックでは無料でご提案します。大体20項目か30項目のですね、情報をこのモゲレコというサービスに入れていただければですね、瞬時にリアルタイムでですね、あなた、どういった金利タイプがいい、どういった銀行がいいというところをですね、無料でご提案します。で、これは新規借り入れも借り換えも両方対応しておりますので、まあ、もしよろしければですね、この後モゲチェックとですね、検索していただいてですね、ご利用いただければなと思っております。今回は変動金利において住宅ローン金利が上がるかどうか、塩澤さんに解説をしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。大事なポイントをまとめると、次の3点になります。変動金利が上がるかどうかは賃金上昇次第。変動金利が上がるのは2030年以降の可能性。変動金利をメインで検討すべし、住宅購入は一生で最も大きな買い物です。住宅ローンの金利が 0.1% 上がれば、総返済額が100万円も変わってくるかもしれないので、住宅ローン選びはとても大事です。銀行や金利タイプによって様々な住宅ローンがあるので、
銀行選びをしっかりと比較をしましょう。住宅購入をする皆さんが損をしないよう、これからも情報発信をしていきます。モゲチェックでは毎月のローン返済額のシミュレーションやランキングなどで住宅ローンの比較をしております。こちらもぜひチェックをしてみてください。それではまたお会いしましょう。